皆さん、こんにちは。ケンジェルです。お元気ですか ?2022 年1月もあと数日で幕を閉じます。終わりとなります。ものすごいスピードで世界が毎日毎日刻々と変わっています。私はというと、お正月明けてから 一番最後にオラクルカードのビデオをこのチャンネルでシェアしてから間もなく間もなくたくさん自分の中に入っていく時間内観せざるを得ない時間静かにえ私のハートの中 魂のコアハイヤーセルフと向き合う時間を数週間与えられました。実際に、まあ、インフルエンザか風邪かもしくはオミクロン、えー、テストはもちろんしていません。分かりませんがたくさんの知り合いとも、えー、家族がみんな病気になっている中私も同じように、えー、2週間ぐらい具合の悪い 日々が続き、高熱をが出たりとか、そういうことはなかったのですが、食欲がなくなるとか、そういうことはなかったのですが、えー、声、今も完全に自分の声にはまだ戻っていないという状態、でももう、えー、完全に、えー、回復して、元気に普通に、うんえー、エクササイズをしたり、お買い物をしたりすることができるようになっていましたが、数週間、本当に2週間ぐらい具合の悪い。 日々が続いてその中でも丸1週間丸1週間はほぼ寝たきり寝込んでしまうというような状態が続いていました頭痛、えー、おかんがしたり、えー、ホットフラッシュホットフラッシュのような高年期障,障害のような症状が現れたり、えーのえー、ブレインフォグブレインフォグ頭がぼーっとして 何もできない、起きているのだけでもつらい、ただ眠っていたい、ただ眠っていたいという日が1週間ほど続いて、それからまた1週間ぐらい経った、この今、この YouTube のチャンネルのために、チャンネルにちょっとシェアしたい、ちょっとシェアしたいということがあって、今、撮影しています。今は本当に声はまだ自分の声ではないですか。 とっても元気になりアップグレード本当にアップグレードされたアップデートされた新しい自分のまた新しいハイヤーセルフの新しい部分が自分の中にダウンロードされたというような感じで、えー、目が見開かれた新しい発見が自分に対して自分の人生に対しての発見があったというような状態で、えー とってもポジティブにもうポジティブに考えるいろいろいろんなものを見ることができるような状態になってとってもナチュラルハイナチュラルハイの時間が意外とここ最近ここ最近多くなってきています確実に確実にこの病気寝込む具合が悪く健康を害するという,い,ういうような経験をして私は確実に アップグレードこれえ私のプライベートのグループでもシェアしたお話ですが病気っていうのは私たち体魂心と魂え体はすべてつながっているマインドバディスピリットべてつながっていて私たちが病気になるのは必然的に何かしらに自分ハイヤーセルフが目を向けなさい気がつきなさい大切にしなさいちょっと方向転換をしなさい スローダウンしなさいということです信号を送ってくれていて私たちがそれを無視し続けているとハイヤーセルフからのボイス魂からの信号を無視し続けていると病気になったりまた自分たちがちょっと魂のこの軌道自分たちが進んでいくべき道魂の道っていうのはある程度みんなそれぞれ決めて生まれてきていますか その道にちょっとずれたり、かなりずれたりしてしまうと、軌道修正を、えー、されるような感じで、それが体の状態、もちろん心の状態もそうです。ダークナイトオブザソウル、うつのような状態も、私たちが魂の声を長年、長い間聞いていなかったりすることによって、 よって、えー、私たちが鬱のような状態になったり体の調子を崩したり病気になったりいえ命に関わる病気も実はそうだったりします命に関わるようなガンキャンサーこれなども私たちが自分たちの魂の声を無視し,し続けてきた自分の声を自分の叫び声を無視し続けてきた結果 その結果、長い、長年かけて、私たちの体の中に、がんのキャンサーセル、がんの、癌細胞が生まれたりすることも実は事実です。私たちが魂の声を聞き出すことによって、また軌道修正をしてもらう、されることによって、またゆっくりスローダウン、スローダウンして、内観をすることによって、病気が消えていく、キャンサー、が癌細胞が消えていくということも実際に本当にあって、 病気というのは私たちに軌道修正をしてくれるアップグレードをしてくれるあ新しくこうやってヘビが脱皮蝶々がさなぎから脱皮、えー、玉ねぎの皮がこうやって剥かれるようにグ,グレートチャンス最高なオプチュニティだと思っても本当にそれは過言ではないと私は感じています。病気だかからといっってあ運が悪かった 罰が当たったっ自分の波動が低いからだ自分がネガティブだからってよく、ね、思い込まされがちそのようなプログラムを私たちははたからされて生きてきましたが実際に病気っていうのは素晴らしいギフトギフトと捉え,捉えることもできます生まれ変わるチャンストランスフォーメーション蝶々になって美しいはさなぎから蝶々になって羽ばたく寸前である新しいソフトウェアもう要 必要のなかった古いソフトウェアを、えー、アンインストールして新しい、えー、もっとパワフルなもっと優れた、えー、ソフトウェアを自分たちの魂の中、えー、私たちの意識の中、えー、ハートの中に体の中にダウンロードされる、えー、きっかけそのきっかけとしてです えー、病気という形で私たちが嫌おなしにスローダウンさせられるということが実際にあるので、えー、今病気になっている病気を経験した決してそれが自分が悪いから自分が波動が低いから罰が当たった自分の行いによって、えー、自業自得だっていうね自業自得っていうのももちろんありますがでもそれで自分をビートアップしないようにしていただきたい、えー、それもポジティブに捉える自分のため自分が アップグレードされる機会なんだチャンスなんだ与えられたチャンスなんだって思ってポジティブに捉えるようにしてくださいそこからまた新しい扉が開かれていくそこから本当にダウンロードを受け取る準備 準備ができたって言って必ずエナジーはシフトされる全てはシフトしていく変化していく病気もやがて形を変えていくそれが悪化するのかまた病気がねあの癒されていって本当に健康になっていくかそれも私たち次第あなた次第と思ってください魂がちゃんと全てを知っていて私たちのハイヤーセルフが導いてくれているので病気でさえも え最高の機会だチャンスだってポジティブに捉えるようにしたいと思いますえ私がちょっとシェアしたいなと思ったのはえいつも私がフォローしているねあのもう YouTube やえ普通の Instagram や Facebook では一切 受け取ることのできなないいろんな情報を私がビットシュートビットシュートというプラットフォームでいろいろ時々ビデオを見たり、えー、自分のリサーチ参考にしていますが私がフォローしているチャンネルで面白い本当にあの子供の映画子供の映画の面白いシーンがあったそしてまたそれに、えー、続けて同じチャンネル私がフォローしている、えー、人がいつも流している世界の 世界で何が起こっているかどんな人々が立ち上がってみんなで結束して、えー、国を変えていくいこう世界を変えていこうシステムを変えていこうって言ってヨーロッパアメリカ世界中の人々がたくさんか、えー、各地で各国で私たち、えー、一緒になって一つになって自由のために正義のためにこれからの子どもたちのために世界のために、えー 一生懸命戦うっていう言い方もあれかなと思いますが、戦っていますよね、立ち上がっている。そしてこの映画、映画のワンシーンと今実際に私が興味を持ってまたフォローしている、とっても気になっているお隣さん、お隣さん、カナダ、カナダの,あの,あのシーンをちょこっとみんなにシェアしたいと思います。このビデオはもしかしたら削除されるかもしれません。まあ、削除される前に、えー、もし えー、たまたま見たたまたま見たという、えーえー、見てくださる方はきっとその情報を知るべき、えー、ソウルなんだなって思っているので何人の見に行くか分かりませんが簡単にじゃあみんなにシェアしたいと思います。 There was that ant that stood up to me. Yeah, but we can forget about him. Yeah, it was just one ant. <laughs> <laughs> <One aunt. laughs> uh, yeah, you're right. It's just one ant. Yeah, boys, they're puny. Hmm, puny? Say, let's pretend this brain is a puny little ant. Did that hurt? <laughs> nope. <laughs> well, how about this one? Are you kidding? Uh -huh. Uh -huh. <laughs> How about this? You let one me. ant stand up to us, then they all might stand up. Those puny little ants outnumber us a hundred to one. And if they ever figure that out, はい結局この子供のこれディズニー映画なのかなあのこの映画で今ちっちゃなアリ一匹ちっちゃなアリ一匹が あ,あ,のあれ一匹なんて全然怖くないよってこれあのカマキリこれなん虫ありではない虫のこのねあの意地悪そうな虫が言っていてあざ笑っている一匹のねって一匹のアリが投げたこんなグレイン米粒なんて全然怖くない痛くないああって言って笑ってますよねそしたらこれはじゃあ実際どうって言ってたくさんのアリが一つになって結束してたくさんのアリが。 1>, 1匹のアリがまた1匹また1匹って増えてそれがねこうやって同じ米粒を投げたらどうなるかって言ったらものすごいフォースものすごい力となってこの虫虫が恐れていますよね恐れてだからありたったねあのちっちゃなちっぽけなアリ,アリだって1匹のアリだってこうやってたくさん一緒になったらこんな恐ろしいことになるから。 えー、そのアリたちが結束しないようにコントロールしなければいけないって言っているあのシーンなんですね。で今これが、えー 私たちの世界で起こっていることだなって私すごく感じてでもちろんこれをアップしてくれたいつも私がフォローしているチャンネルも同じことを感じてたまたまそれをシェアしていたんだと思いますが本当に今起こっていることがそれでそして私たちは今これから私もこの数年間みんなに伝えてきたちっちゃなちっちゃな私のボイスでも伝えてきたメッセージ これからはみんなが一つになって結束して肌の色も性別も年齢も国境も全部超えて宗教の違い今までの生い立ちの違い考えの違い思想の違いそれらをすべて私たちが超えてそれをそれらをもう超越して一つになってユニティユニティですよワンネス私たちが一つになって力を合わせる協力する愛し合う 助け合う、サポートし合って、一緒に立ち上がって、一緒にこれからコミュニティを、新しいコミュニティを作っていくことの大切さ、大切さをここ数年間私も伝えてきたつもりですが、もう一回じゃあ、今度は、えー、カナダ、カナダで今、今週、今週28日だったような気がするカナダのキャピタル、キャピタル、アラワーっていうシティに、 5万人、5万台以上の、5万台以上のトラッカーたち、トラックの運転手、いろんなコーポレーション、今私たち、この世界、この世界はアメリカやカナダだけじゃなくても日本でもトラックを運転している人たちが、私たちがふ普段日々使っているもの、食、食べているもの、家具や食料品、 家庭の必要な、ね、トイレットペーパーでも何でもそれらを私トラッカーの人たちが運んできてくれましたよね今までも今もそして今カナダで、えー、何ヶ月も前からだと思いますが、えー、例の,あの注射をメディカルな自分の意思自分の体で自分の健康自分のメディカルなことを政府、ま、自分以外の人が強制していいものかという ね、あの自分の自由意志自由意志を奪わ,れて奪,奪われようとしている,している、えー、世界中の私たちこの人類でカナダでもそうでたくさんのヨーロッパの国々アメリカでもニューヨークやカリフォルニアが特にそうだ今はそうですが、えー、そのチョイスが自分にはないもうない子どもたちにはないということで、えー、パスポートを持っていないとストアにも行けない。 レストランにも行けない、カフェにも行けない、コンサートにも行けない、ボーダーを越えられない、公共のバスや電車に乗ることもできない、学校も行けない、銀行にも行けない、自分の銀行口座からお金を引き出すこともできない、子どもが学校に行くこともできない、そのような状態にたくさんの国々が強制されてきています。そししてカナダでもかなり厳しい 厳しいマンデーと厳しい強制規定が定められて去年からでたくさんのトラッカーたち一生懸命食料品を運んでくれて私たちがスーパーマーケットに行くと、ね、牛乳やいろいろな野菜果物が並んでいますそれらを運んでその人たちがいなければ私たちはその食料品にありつくこともできないというような 生活頼って彼らのサポートに頼って彼らの働きに頼って私たちは今も存在していますよねそのトラッカーたちが今度、えー、強制パスポートを持っていなければボーダーを国境を越えることができないトラッカーとしてもうしごお仕事をすることができないと言ってたくさんの何千人何万人という人たちが今まで何十年も何年も行ってきたその職業を失っています。職業を えー、容疑なく失っていますアメリカとカ,カナダ間の国境を越えることができないパスポートがないと越えることができないということで、えー、大変なストライクストライクがもう何ヶ月か前から起こっていますが今週またそのキャピタルであるカナダのキャピタルであるオ,オタワオタワでオタワに,5万,に5万以上のトラッカーたちがピースフルプロテスト。 ラリーを行ううとということでたくさんもう何日も前からカナダの各地からカナダどころじゃなくて実はアメリカ、えー、アメリカのボーダーを越えてアメリカのトラッカーたちもサポートする助ける一緒になる一つになるユニ,をユニティの中で立ち上がるぞって言って。 アメリカのトラッカーたちとカナダのトラッカーたちがもうボ,ボーダー全部塞ぐ全部ブロックするブロックするような状態で今オッタワに向かっているそうですでこのプロテストこのラリーの目的っていうのは、えー、今のねあの独裁者たち政治家たちカナダの政治家たちを、えー、に辞任してもらおうやめてもらおう僕たちは黙ってはいないぞ自由のために僕たちは。 自由のために戦うぞ,戦うぞということでこの政治家にボイコットボイコットをするつもりで5万以上のトラッカーたちが寒い雪の中また遠い遠い何時間も何時間もかかる道のりを今行進して。えー そのラリーに備えていますちょっと、えー、短いビデオだけたくさんの,そのビデオが今そういうビットシュートなどに、えー、紹介されていますがそのビデオをちょこっとみんなにもシェアしたいと思います。<noise> Yeah. This is a huge look at they go forever. This is by Action Atchison outside of Edmonton, heading to Calgary, January twenty-third, twenty twenty-two, convoy. More than trucks, lots of cars and trucks. Very impressive. Goes on forever. <laughs> はいえー、こうやってさっきの,あの子どもの映画ではないですが私たち一つになったらいやどんな闇今の地球上の闇の世界,世界に参加している者たちコントローラーたち私を征服しようとしているフォースフォースよりも私たちは大き,大きいパワフルな偉大な私たちこそが本当にエリート。 エリートと言われているグローバルエリートと言われている存在たちは全然エリートなんかではない全然パワフルなんかではない私たちは本当にパワフルででも私たちがパワフルに感じられないのはさっきの映画と同じように私たちがこうやって結束しないように私たちがこの私たちの中で戦う競争し合う叩き合う憎み合ういがみ合う 殺し合うそのようなプログラムがずっと前からされていて私たちがお互いにお互いを本当に意味嫌う嫌い合うそうやって結束しないようにディビジョンディビジョンセパレーションセパレーション私たちがこうやって今も二極化ってすごいですよねもっともっと大きくなってきていると思いますでも私今までも宗教の違い人種の違い肌の色の違いねあの国境が違う えーえー、政治、政治の、えー、私たちの失踪の違いなどで私たちがお互いに戦うように憎み合うようにセッティング洗脳されてきているプログラミングがされてきているマスコミの間で世界でも教科書でも何でもそう歴史でもでもそれを私たちがそれに気が付いて私たちは一つなんだよって地球人なんだよってヒュ,ーマンヒューマニティなんだよって。 今ね宇宙人どこの星から来たとか過去生はどこにいたとかそういうのも全部全部置いておいて今人間の姿を持ってここの地球上にこうやって痛みや苦しみ暑さや寒さを感じるこのデュアリティを感じるポラリティを感じるこの人として意識を持って体を持って存在している私たちはみんなみんな同じなんだよ一つなんだよみんな同じように愛を求めていて そして幸せになりたい。平和、平安の中で生きていきたい。苦しみを喜びに変えていきたい。悲しみの涙を喜びの涙に変えていきたいってみんな思っていますよね。理解してもらいたい。愛されたい。自分の価値を認めてもらいたい。自分を自分に振り向いてもらいたい。感謝してもらいたい。そんな私たちが一つになったら。 もう彼らには立ち向かうこと、立ち打ちできないぐらいのフォースになる。そんなことをみんなに簡単にシェアしたかったので、え今日は、えーえー、画面をちょこっとシェアしたビデオを、えー、撮影しました。えまた、えー元,気えー、元気になったので、これからもライブやビデオで時々みんなにご挨拶をさせていただきたいと思っていますので、これからもよろしくお願いいたします。それではみんな。 みんなどんな違いも乗り越えて過去も過去にどんな経験をしていようが乗り越えてリリースして一緒に手をつないで横にこうやって一直線に並んで手をつないで腕を組んで歩んでいきましょう世界を見守っていきましょう